ザルナーリシービング、ラボラトリーショートリーアフターイットアズビルト、1969年、LRL に初めて送られてきた月面の資料月資料研究所は、NASA のジョンソン宇宙センター第37棟にあった施設である。アポロ計画において月面から持ち込まれた未知の細菌や物質による汚染を防止するべく、宇宙飛行士を隔離するため建設された。アポロ11号。 12号、14号の飛行士らは、会場で、ヘリコプターで回収された後、航空母艦の甲板の上に置かれた、移動隔離室に歩いて入り、そのまま検疫のため LRL に送られた。飛行士らが月面で収集し、持ち帰った石や堆積物などの資料は、直接、LRL に空輸され、当初は手袋のついた、真空室で分析された。検査の結果、 未知の細菌や危険物質などは存在しないことが判明したため、アポロ15号の開始とともに、LRL の隔離検疫という目的は消滅し、その後は月面サンプルの安全な保管及び研究と配布のために使用されることとなった。1969年から1972年にかけて行われた6回の月飛行では、 それぞれの着陸地点の総計2200箇所の場所から、岩石、ボーリングサンプル、小石、砂及びゴミなど、総重量 382kg の資料が回収された。この他の月面サンプルとしては、ソビエト連邦の無人探査キルナ16号、20号、24号が3つの着陸地点から持ち帰った、総重量 300g の資料がある。百七十六年、 資料の一部が第二保管場所であるテキサス州サンアントニオのブルックス空軍基地に移管された。1979年、アポロ計画の資料の第一保管場所として月面資料研究施設が新設された。これは月面サンプルを物理的に保護し環境を汚染することを防ぐ高級保管場所を提供するために建設されたもので資料の地下保管室。 準備と研究のための実験室、データと記録の保管室、資料を保管し処理する部屋に地層素を送る機械室からなっている。月面資料研究所は現在は生命医学と環境の研究所からなる生命科学部が管理しており、微小重力の人体への適応に関わる実験のために使用されている。ありがとうございます。